いやね、やっぱりその今不思議な現象がすごいね、いろいろコングロマリットしてきて、うん、もう超能力とかね、あるいは、UFO とかユーマとか妖怪とか心霊とかいろいろ混じり始めてるんですよ、うん、で例えばこの前ね、島田君から電話があって、はい、あの手相の、うん、はい、でフットボールアワーの岩尾さんが、1年に1回妙なことがあると、うん、1年に1回うんこの匂いが鼻の周りでずっとすると、1年に1回その日だけ1日中朝から晩までうんこの匂いがすると、はあ、どうしましょうかって聞いてもらってまた無茶ぶりですね。いや、そういうことがあるんですかって聞かれたんで、うん、まあ霊視と同じように霊長というのがあって、うん、霊の匂いがしますよ、例えば死んだお父さんのタバコの匂いがするよとかね、うん、死んだお母さんの香水の匂いがしたとかね、そういう現象ありますよと。でもともと我々日本人は昔の人の袖の数をするとかってね、うんうん、匂いに文化を求めていたところがあるんで、うん、そういうことを言う人もいるんですねって話をしたらね、うん、でそれが松本人志さんの、うん、人志松本まるまるの話、はい、でこの前流れたよね。割とああいう一般的な番組でもこういう不思議な話が披露されたりね、うん、で逆に芸人のキックさんが今超能力にハマってるらしいんですよ。彼はキックボクシングスタイルで、うん、この前 K-1 がどっかのリアルファイトに挑戦して、はい、まあ惜しくも負けてしまったんだけども、秋山誠さんの、うん、企画で曲は忘れちゃったね、どこの曲だったか忘れちゃったんだけど、超能力企画に挑戦して、紙コップ2つ重ねていて、下の紙コップの上にマークをつけてて、はい、それをね、それを引かないようにするっていうゲームをやって、500個ぐらいあったのかな、それで全部のけて最後の1個が肘についてたという実験に成功した芸人のチームの1人がキックさんだったんですよ。で筋がいいと言われて、今超能力芸人になった。それマネージャーさんが電話かけて、凛太郎さん、ちょっとうちのキックをね、超能力芸人として売り出そうと思ってるんですけど、なんかいいキャッチャーないですかと。引田沙耶ちゃんをスピリチュアルアイドルと名付け、うん、ね、島田君にいろいろネタをくれたりしたじゃないですか、うん、なんかくださいって言われたんで、うん、キックのキックはサイキックっていうキャッチャーを作ったんで、うん、作りながら、なんかね、そういう芸人さんのモチーフに超能力が使われたりね、うん、芸人さんのトーク番組で幽霊の話が出たりね、うん、だから一般的な話題の中に霊の話とか超能力が入ってきて、オカルトが普遍化してきたのかなっていう気がするんだよね。それは先生がそういう、こう流れを、うん、持っていったんじゃないですか。あ、それは確信犯的にやった、ね、絶対、うん、色前の活動をこう見ていると、こう一緒に共演された方みんなにこう影響がいってると思うんですよ。それが広がり広がり、そうね、オカルトが普遍化したんじゃないかと思うんですけど、なんかマニアのオカルトってやっぱやばいでしょ、うん、どんどんオカルト化していって、うん、宗教みたいになったりしちゃうんで非常に良くないと、うん、もう明るく楽しい家族が楽しめる一般的なオカルトにしないと、消費者のパイも増えないし、うん、業界 の, 市場も大きくならないんで、僕は一般的なことをやりたいんだけど、オカルトの本当のこう洗脳されてるようなマニアは、うん、山口みんながオカルトのレベルを下げてるってネットで叩いたりするんだよね。違うんだよね。一般社会に分かりやすくすることっていうのはどれほどレベルが高くて困難なことなのかってことに分かってくれないので、小難しいことを言うことは誰にもできるのに、それを何て言うんだろう、簡単にすることを否定しては僕はいけないと思うんだよね。だからそういった意味で一般的な出来事とオカルトが混じり合ってる時代が来たと、はい、混じり合ってるといえばコーヒー牛乳そこに持ってきた。どう持っていくんだろうって思ってたら、苦しかったでしょ、忘れた頃にこのマジック来ました、コーヒー牛乳。実は僕は熊楠のディレクターと喋っていて、なんか変わった時を持ってる人いませんかと、うん、桜井聖奈ちゃんがね、コーヒー牛乳を工場ごとに当てれるコーヒー牛乳マニア、コーヒー牛乳熊楠でどうですかって言ったら返答はなかったマニアックすぎですよ絶対ということで今日はこれ船橋のね、いただきます。有名超高級牛乳を、どうですかコーヒー牛乳マニアとしては。あ、なんか大人の味ね。ね、
これは男のコーヒー牛乳と、うん、非常に美味しいですね。美味しい。でもね、コーヒー牛乳、俺もよく秋葉で飲んだね。秋葉？秋葉のね、あの秋葉原の駅のホームに肉まん売ってるコーナーがあるの、はい、知らない？知らない。知らないよね、そんなの、うん、あそこで腹減ってる時に肉まん食うんだよね。営業で回ってて肉まん食ってコーヒー牛乳飲むとちょっぴり元気が出る。先生、私新しいこと発見しました。え、何？先生はオカルトの話と食べ物の話してて、キラキラしてる。あ、そう。いやね、そう、元気が出るんですよ、うん、ここ一番のやっぱり肉まんとコーヒー牛乳セットだよ、うん、え、甘くないですかコーヒー牛乳その場合。あのコーヒー牛乳の甘さを肉まんのスパイシーさがこう中和してくれるのが男のなんかね、心をくすぐるんだよ。嘘だけどね。あの結構ね、あの元気が出ることってあるね。支えることで元気が出て、うん、あの首の骨が鳴るまで銭湯に入ると元気が出たりね。俺ね、極限を超えるまで銭湯に使うと首の骨がボキンってなるんだよね、うん、でね、よく第5時代は疲れた時は首の骨が鳴るまで銭湯に使ったもんだよ、うん、ボキンとなったらね、自分のね、勇気が奮い立つんですね。そんな銭湯の活用の仕方があるんですね。ここ一番の銭湯だよね。で、当然銭湯といえばこういうコーヒー牛乳のイメージがあって、うん、確かに。あとフルーツ牛乳とかね。フルーツ牛乳ね、うん、あとあのまあ炭酸飲料系とかね、うん、やっぱ風呂場でこう飲んでるとうまいんだよね。なんかね、こう親父がなんか桃引きとかでガーッと飲んでるね。見たことないけど実際。なんか結構体から緑っぽい液出してるような親父とかいるんだよ、ね、誰ですかそれ。なんかね、変なかさぶたみたいなとこから緑の汁が垂れてるような。何ですかそれ。いや俺も分かんない、そういう謎の親父が昔はいたんだよ。今ね、今のおじさんは綺麗になってるんだよ、だいぶ。緑？体から緑？それオカルトの人じゃなくて、ゴム人間かもしれない。ねえ、そうですよ、今浮かんだのそれです。そういう人がね、いっぱいもう汚い親父が昔からいたんですよ。へえ。でね、なんかね、いろんなものが混じり合ったね、はあ、それこそこういうさっきのオカルトと一派が混じったとかね、うん、コーヒーの牛乳が混じったような銭湯、もうね、あのコンビニのね、店員の唾が入りまくってる、あのおでんみたいな感じでね。飲みづらい。唾入ってないでしょ。飲みづらい。こう使ってると、ああ、頑張らなきゃなと思うんだよね。何が何だかよく分からないですよ。まあね、世の中ね、だからね、あの例えばアイドルだからこれをしなきゃいけないとか、うん、作家だからこれをやっちゃいけないとか、そういう時代はもうなくなった、うん、あの作家もトークはできなきゃいけないし、うん、あの当然芸能活動もやるべきだし、うん、芸能人もいろいろ、例えばせいろちゃん今ね、競馬とかやってるじゃない、はい、競馬をやるとかね、いろんな物事を書いてみるとかね、うん、いろんなこのボーダレスな現象が来てるんで、うん、これからはね、何でもその自分にできないと思い込まないで、いろんな分野にチャレンジする人が生き残る時代が来たんだよね、うん、そういった意味で今はね、僕はオカルトボーダレス時代かなと思ってるんだよね、うん、あのオカルト的エッセンスを他に応用して効かしていくと、意外とそこに小ビジネスのチャンスがあるんじゃないかなっていう気がするよね、うんうんうん、というわけで無理やりちょっと幅広いですけど、作家っぽくちょっと文化論っぽくまとめたけど、うん、はい、かなり無理を感じてる僕がいます。はい、同じく隣で無理を感じてる私がいます。どうぞ。まあそれはお首にも出さず、でも確かにね、敗者復活戦が効く今ある意味チャンスですよね。あ、そうね、それであの諦めないでやってる子がやっぱり夢に行くのかなっていう気はするんで、うん、やっぱり今後はね、やっぱ知恵とアイディアと努力がやっぱりね、その作家とかね、アイドルとかの将来を分けていくのかなっていう気がするよね、うんうん、これを見てる人もね、そう、これを見てる人もですね、うん、銭湯に行ったら緑の汁を出すおじさん。そこにつながるの？そう、今私最後はうまくこう綺麗にまとめようかなと思って話振ったのに、最後また緑の汁。緑の汁。やだ、飲みづらくなってきたコーヒー牛乳。